デング熱、デング熱の流行デング熱の分布赤、デング熱の流行地域と熱帯島下の生息域やを熱帯島下の生息域のみ、シンガポール、テンプインズのデング熱警告ポスター風に報告された、デング熱及びデング出血熱の年間平均件数デング熱の流行は、世界的に発生しており、発生率は1960年から2010年の間で30倍に増加した。 これは、都市化、人口増加、海外旅行の増加、地球温暖化が原因とされている。デング熱が流行している地域は赤道付近に分布しており、そこに住んでいる人々は合計25億人に上り、このうち7割以上の約18億人がアジアと太平洋の流行地域に住んでいる。本校では、デング熱の世界的流行と各国の状況を解説する。 多くのアルボウイルスと同様に、デングウイルスは、吸血媒介動物や脊椎動物宿主の周りに、自然と集まる。ウイルスは、メスのヤブカから、その子孫やカ加藤レ鳥類へと伝播することで、東南アジアやアフリカの森林に止まる。ウイルスがいる、農村部では、熱帯シマカや、一筋シマカなど、その他のヤブカの種によって、ウイルスが人へと伝播する。都市部では、 家屋に潜む熱帯島カによって、主にウイルスが人へと伝播する。過冬霊長類や人が感染した場合、伝播する、デングウイルスの数は大幅に増加する。これを遺伝子増幅と呼ぶ。人への感染にとって、最も大きな脅威となっているのは、都市における、デングウイルスの規制と感染のサイクルであり。このため、デング熱感染症は、主に町や都市に限られている。 ここ数十年で流行地域の村、町、都市が拡大し、人の移動が増加したことによって、ウイルスの流行と伝播するウイルスの数が増え続けている。デング熱はかつて東南アジアに限定されていたが、現在は中国南部、太平洋やアメリカ諸国にまで広まっている。シンガポールでは、毎年4000の5000件のデング熱、内視デング出血熱が報告される。 2004年には、デングショック症候群により7人が死亡した。2007年受には、アンコール遺跡観光拠点の町シェムリアップなどで主に、子供を中心として流行が認められた。2007年10月、中華民国南部の台南市において511人の感染が報告された。特に2010年はインドネシアが79例で、その他インド、フィリピン。 タイでの感染事例が多く報告された。ハーイ州では1940年代に熱帯島化が根絶されて、デング熱も60年間発生していなかったが、2001から2002年にかけて流行し、122人の患者が発生した。2014年にはフィジーにおいても発症が広まり1万人以上が感染し11人が死亡した。他にもアメリカ合衆国の南部、 ボリビア、ブラジル、パラグアイ、サモアなどで感染事例が報告されている。デング熱はさらにヨーロッパにまで脅威をもたらす可能性がある。代々木公園周辺に貼られたデング熱とかに対する注意を促す掲示板。一人目患者発見の背景一人目の患者は8月20日に約摂氏40度の発熱と全身の痛みを訴え埼玉市内の病院に 救急車で緊急搬送された。両家誌に多数の虫刺され根があり、入院5日目までに伝染性単核球症、伝染性後半等のウイルス感染症、全身性エルテマ等です。重症熱性血小板減少症候群等を疑い、検査を行ったが診断に至らず。当該病院の医師は、デング熱輸入症例を経験していたことから、デング熱を疑い、 デング熱迅速検査キットデング NS1AG ストリップとデングデュオカセットを保有していたため入院6日目にデング熱の検査を行い迅速検査キットで陽性の結果を得た病院は埼玉市保健所へデング熱発性届を提出し代々木公園を感染地とするデング熱の症例が複数発生している可能性が懸念される旨報告を行った 8月26日には国立感染症研究所で確認検査が行われ、結成からリアルタイム PCR でデングウイルス1型遺伝子が検出されたことで厚生労働省から国内感染デング熱症例として公表された。なお、デング熱の診断が行えた背景には2013年8月に日本を周遊したドイツ人が帰国直後に デング熱を発症し、日本国内での感染が疑われるとの報告が2014年1月にあったことと輸入感染症を経験した診療歴があり、経験が活かされていたことによる。インドのデング熱感染者数は世界一である。2015年に年間5万人を超える過去最多の感染者数を更新する大流行が見られた。 背景には、インドの急激な人口増や無秩序な都市化など、感染拡大の条件が揃っている点とされる。近年は、外資系企業の進出が増加しており、人の往来が増えたため、他国に拡散するリスクも高まっている。2013年に、イギリスで、デング熱患者が前年より60%近く増えた。時は、インドに渡航したことで感染した人が多かった。 インド中央政府は医療施設に感染者の受け入れを要請する程度と対応は限定的である。2015年に死者を含む被害を出したニューデリー市内の保健衛生設備は貧弱で毎日数千人の患者が訪れるが対応できない状況に苦慮しているという。中国関東省での2013年の患者数は8月に674人、9月に1269人。 10月に1473人、11月に922人等、計4633人であった。以下に、同地区での2014年の流行について、時系列的に示す。デング熱は、インドネシアのフード病の一つと位置づけられている。1960年代から各地で流行が散発し、2000年以降報告数が増えている。 最初の感染例は1968年で58人の感染者数中24人の死者と致死率が高かった。その後インドネシア保健省では、ジャワ島とスマトラ島の全域とバリ島などで大規模なデング熱の流行があり、1万4000人以上が感染、約260人が死亡したと発表された。インドネシアでは、初回感染で重症化するケースが散見される。 ジャカルタの在留邦人からも毎年発症者が出ており、バリ島やロンボック島からシンガポールへ緊急移送された邦人の重症化事例も複数ある。特にウッキには毎年多くの人が感染、発症し、病院のベッドが足らず、廊下にストレッチャーを置いて患者を収容する映像がテレビニュースで見られるほどの流行が見られる。2011年6月15日、ジャカルタにて、 アセアンデングデーを開催、アセアンとーを呼んで、デング熱対策を地域で協力して進めていくことを呼びかけた。なお、デング熱にかかった際の水分補給として、ポカリスエットを使っていた顧客がおり、大塚製薬が病院を回って、医師や看護師にポカリスエットの特徴と効果を地道に説明し、患者に配る活動を進めた結果、 病院が進める飲料として定着したという説がある。同国では薬局にパナドールやパラセタモールなど、アセトアミノフェンを利用した下熱剤が流通しており、症状を抑える療法として有効である。また、カノキヒ剤が流通しているので外出時、旅行時に塗ることで対策したい2015年に流行が見られた。中華民国衛生当局は、同年10月14日、 台湾での同年5月以降のデング熱感染による死者が106人となったと発表した。死者が100人を超えたのは2015年が初めてである。中華民国では今年のデング熱感染者数が過去最高となり、なお増えている。地域としては台南市が19621人、高雄市が3796人と南部西が突出。このため、 中華民国衛生福利部は流行の中心地である台南市に対策本部を設置し消毒などの対応を強化した。当局は高齢者が死亡するケースが多いと注意喚起している。10月13日時点の死者を含む感染者は計23,821人。ありがとうございます。